夏の間第12回始まりました。ですね、この番組はですね、ゲストの方に、実家に帰ってきたような感じでこうリラックスしていただきつつ、その方のルーツを語るような、そういうような番組となっております。12回ということでちょうどこう1年なんでね、まさに僕もこうリラックスできるような、この方にゲストにお呼びしました。はい、池松壮亮さんです。よろしくお願いします。じゃあ、僕ただいまって言うんで、ただいま、違う、ちょっと緊張してるのかい。なんでだろう、なんだろうな、普段なのに普段じゃないから、もう、おかえり。ただいま。なんだろう、なんか緊張するな。早く喋りましょう。はい、喋ろう。最初に出会ったのが、2010年の。そんな前か。そうよ、NHK ラジオ。相方の相方、18歳だったんですよ。こっち来てすぐ。そう、確かあんま覚えてないでしょ。だって1日だったしね。全然会話もしなかったし、ね、死ぬほどおしゃれだったでしょ。いいよ、覚えてないでしょ。東京来たばっかだから、ね、うん、すごい尖ってた。で、そうか、もうリリオンか。あれやってリリオンがそう、だからまあなんだかんだリリオンから。そうですね、ちゃんと喋り始めたのは。そうね、でも結構さ、そのリリオンより前とリリオンの後ぐらいから結構な仕事の仕方なんか変わってない。まあその来るものは変わったかな。暴力振るったりだとかセックスしたりだとか増えましたね、あれから。あれからですもんね。そうね、まあリリオンはまあ舞台だからそんな多くの人に別に見てもらってないから、なんかこう嬉しいのとなんかこう悔しいのとね、いろいろありましたよ。まあでも未だに言われますよ、リリオム、うん、もう一回見たいなとか。あ、そう、はい、いやもう無理でしょ。俺が無理だ。あの時で松井さんいくつ？25ぐらい。2012でしょ、26とか。あ、26。あれをやって、でちょうどあの年の頭にクリーパイプの尾崎とがちょっとメジャーデビューするっていうのをミュージックビデオやりだして、その直前なんだ。じゃあそう、2012年の春の出るアルバムのミュージックビデオから一緒にやってるから、うん、そうそれがオレンジと命短し。でそれ撮った後にリリオンって舞台やりたくて、曲書いてくださいっていうのをお願いして、そう、だから俺の全然今池松壮亮をゲストに呼んでるのに今完全に俺の話してる。いいですよ、割とターニングポイントに、ね、なってます。リリオムね。そうあ、それを巻き込みたかったんだ今。うん、いや違う、そういう話でしょ。いやでも俺もそうですよ。あ、それは欲しかった今、でしょ、お前ターニングポイントあって言ってほしかった。